さあ、この後は閉会式、その中で表彰が行われます。両チームの選手はご整列ください。本日の閉会式で進行役を務めさせていただきます。私たちは宇都宮商業高等学校野球部マネージャー相良萌と作新学院高等学校放送部酒井ルージュです。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまより第74回春季関東地区高等学校野球大会の閉会式を行います。表彰、優勝、浦和学院高等学校に連盟より賞状、優勝旗、優勝杯、メダルが、日刊スポーツ新聞社より優勝盾が授与されます。5名出てください。表彰状、優勝、浦和学院高等学校。機構は令和4年度春季関東地区高等学校野球大会において当初の成績を挙げられました。よってここに表彰します。令和4年5月29日公益財団法人日本高等学校野球連盟会長宝薫代読、おめでとうございます。今、浦和学院八谷キャプテンに優勝旗が贈られました。5年ぶりに掴んだ春の栄冠、関東大会最多7回目の優勝を成し遂げました。埼玉1位代表浦和学院。切れ目のない打線、そして高い総合力、エース宮城コナン投手のレベルアップというのもかなりこの関東大会でも証明されました。続いて準優勝関東第一高校への表彰です。同じく準優勝関東第一高等学校に賞状メダル、日刊スポーツ新聞社より準優勝盾が授与されます。3名出てください。5度目の決勝進出も今年こそ悲願の達成はなりませんでしたが、関一野球の
神髄は関東地区の多くの皆さんのに見せつけてくれました。表彰状、準優勝、関東第一高等学校。貴校は令和4年度春季関東地区高等学校野球大会において当初の成績を挙げられました。よってここに表彰します。令和4年5月29日公益財団法人日本高等学校野球連盟会長宝香る代読。レベルの高い東京大会を勝ち抜いて二松学舎大附属とともに関東大会に乗り込んできました関東第一高校。総合力の高い、そして今日も決勝ではレベルの非常に高い守備力を見せつけてくれました。総武して95年の今年春のチャンピオンを狙いましたが残念ながら涙を飲みました。来年以降にまた活躍を期待したいと思います。大会主催者挨拶。大会会長、栃木県高等学校野球連盟会長菅野光弘が閉会のご挨拶を申し上げます。栃木県高野連菅野光弘会長の挨拶です。第74回春季関東地区高等学校野球大会を多くの大会関係者のご尽力により無事終了することができました。決勝戦を戦った浦和学院高等学校、関東第一高等学校の選手の皆さん、また最後までスタンドから応援いただきました皆様に主観権を代表して心より感謝を申し上げます。浦和学院高等学校の選手の皆さん、優勝おめでとう。鍛え抜かれた技術やチームワークを高め、選抜ベスト4に続き関東地区の頂点に立たれました。投手を中心とした堅い守りとチャンスを確実にものにする攻撃力など、日頃の厳しい練習の成果を遺憾なく発揮した試合運びでした。そして関東第一高等学校の選手の皆さん、準優勝おめでとう。優勝には届きませんでしたが、最後まで諦めずにチーム一丸となって戦い、力を作り上げ発揮してきました。決勝戦を戦った両校は関東大会で積み上げた力を夏の選手権大会に向け発揮されることを期待します。今年の春季関東大会は10月に本県で開催されます一期一会栃木国体のリハーサル大会とさせていただきました。大会をご観戦いただきました高校野球ファンの皆様並びに学校関係者の皆様には、検温並びにマスクの着用などご理解ご協力に感謝申し上げます。結びに本大会を開催するにあたりご尽力いただきました関東地区高等学校野球連盟をはじめ関係各位並びに審判員の皆様、大会運営の補助員としてお手伝いいただいた生徒の皆さん、各校の先生方、そして高校野球を応援してくださる皆様に
心より感謝申し上げ、閉会の挨拶といたします。令和4年5月29日、栃木県高等学校野球連盟会長菅野光弘、大変ありがとうございました。大会会長であります栃木県高等学校野球連盟菅野光弘会長の挨拶でした。国旗と効能、君がよ水槽のうち、国旗、連盟旗、朝日新聞社旗、日刊スポーツ新聞社旗を効能いたします。選手、回れ右、脱帽してください。スタンドの皆様、ご起立、脱帽の上、掲揚灯にご注目ください。回れ右、着帽してください。スタンドの皆様、ご協力ありがとうございました。ご着席ください。閉会宣言。大会副委員長、栃木県高野連理事長神戸俊和が閉会宣言を行います。以上をもちまして、第74回春季関東地区高等学校野球大会の閉会を宣言いたします。皆様ありがとうございました。決勝戦は4対1、埼玉1位浦和学院が東京1位関東第一高校を破って5年ぶり7回目の優勝を果たしました。なお埼玉勢の優勝も2017年のその浦和学院以来の14回目ということになります。解説は神奈川武装高校から駒澤大学、1971年桐蔭学園を率いて第53回全国高校野球選手権大会初出場で優勝、1985年には東麗藤沢の監督で夏の甲子園出場、母校の武装高校の監督も務められました。木本義雄さんでお送りしてきました。さあ木本さん、はい、改めまして浦和学院と関東第一高校の決勝戦はレベルの高い展開となりましたね。そうですね、やはりあの両チームとも、はい、アベレージ防御率ともにですね、はい、均衡しておりましたんでね、はい、点差は4対1、はい、3点開いておりますけど、はい、試合の内容としてはね、はい、損得ない、はい、私そう思いますね。なるほどね、はい、ただ浦和学院がこの3人の投手、はい、うまく関東一高を返しましたね、はいはい、それが勝因につながったと思いますね。そうですね、はい、さあ21日に開幕しました今年の関東大会ですが、3大会ぶりに有観客で行われました。まあ、一方で
開会式がまだ開催されなかったり、選抜ベスト4の推薦出場がなかったり、開催権4校の出場というのはねまだなかったりということで、完全な形の春の関東大会という状態ではなかったものですが、まあ、この大会を振り返っていかがだったですか。そうですね、はい、まあ、前半 1,2 回戦と、はい、共にですね、はい、競った試合、はい、それから大量点の試合、はい、すなわちコールドゲームですね、はい、こんなようなものがね、はい、準決勝まで見受けられましたけど、はい、決勝戦はね、はい、素晴らしい両チームのね、はい、戦いであったと私は思いますね、はいはい、さあそして各地区とももう夏です。はい、どんな期待をされますか、関東地区のチームには。そうですね、はい、関東地大会に出たチーム、はい、これを一つの教訓にしてですね、はい、自分の弱いところ、はい、これをもう一度ですね、はい、いわゆる6月に、はい、鍛え直して、はい、夏の大会に臨んで、はい、甲子園を目指していただきたいと思いますね、はい、そうですね、6月中旬組み合わせ抽選で、7月に入って上旬にもう各地はね熱戦の火蓋が切って落とされて、下旬には甲子園大会が決まります。本当にこれからますます楽しみですね。そうですね、ここで一番気をつけてもらわなきゃいけないのは怪我ですね。そうですね、はい、ありました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。決勝戦の解説は木本義雄さんでした。第74回春の関東高校野球浦和学院が優勝しました。実況担当は福士康弘でした。